1308年5月1日に行われた、アルブレヒト1世の暗殺、ヨーハン・パリツィーダは、ハプスブルク家の生因。ソイナの、パリツィーダは、存続殺を意味する。オーストリア公、ルドルフ2世とプシェミスル家出身のボヘミア王女アネシカの子で、父方の祖父に、ローマ王ルドルフ1世、母方の祖父に、ボヘミア王オタかル2世を持つ。1308年、おじである、 ローマをアルブレヒト一世を暗殺した。ヨーハンの祖父ルドルフ一世はオーストリアをハプスブルク家の家領とすることに成功し、1282年に息子のルドルフ二世とアルブレヒト一世をオーストリアの共同統治者とした。1283年のラインフェルデンの契約で兄のアルブレヒト一世が単独のオーストリア公とされ、ルドルフ二世とその後継者には代償として金銭もしくは 土地の引き渡しが約束された。ルドルフ2世が没する1290年前後に、ヨーハンは誕生し、ボヘミアの宮廷で幼少期を過ごした。ヨーハンは15歳に達するまで、おじアルブレヒト1世の下で養育され、ラインフェルデンの契約で、ルドルフ2世が継承する財産は、アルブレヒトの管理下に置かれた。15歳に達したヨーハンは、アルブレヒトに、 父の財産の返還を何度も願い出たが、遺産は返還されなかった。ヨーハンは、おじの約束の不利行を恨み、仲間と共に、アルブレヒトの暗殺を計画する。1308年5月1日に計画は決行され、ロイス川を渡るアルブレヒトが従者たちと離れた時、ヨーハンたちはアルブレヒトを襲撃する。最初に、ヨーハンが一たちを浴びせ、 ついで四人の共謀者たちがアルブレヒトを切りつけ、アルブレヒトは絶命した。アルブレヒトの妻エリーザベトと二人の娘アンナとアグネスは暗殺犯たちに厳しい追及を加えた。追及は暗殺犯の家族にも及び、家族の多くがエリーザベトらによって処刑されたと伝えられている。ヨーハンはアルプス山中に逃げ込み、行方をくらました。その後の行方は定かではないが、後年に、 ピサの総院でヨーハンが発見されたとする伝説が残る。ヨーハンはピサでローマ皇帝ハインリヒ7世の監視下に置かれ、ハインリヒ7世から訪問を受けたと伝えられている。ヨーハンが暗殺を決行した5月1日はハプスブルク市場で暗黒の日と呼ばれている。ハプスブルク家ではヨーハンの名前は忌み嫌われ、18世紀にありがとうございます。